元気が出る大チャンネル。大チャンネルご覧の皆さん、北川大輔です。僕は今大阪府中央区にあります天満橋に来ています。ここは八軒屋と言われる船着き場なんですね。京阪電車のもう目の前ですけど駅があります、天満橋。もう見てください、目の前は川が流れていますが、ちょうどこう左側が土佐堀川、右は大川なんですね。そして合流してこれから淀川の方に流れていくという、まあ大阪は市内たくさんの川と橋があるということで有名なんですが、今日はその川の遊覧船を今から乗って楽しんでいきたいと思います。ところどころちょっと赤くね、少しだけ染まってる葉っぱもあるので、綺麗な景色も見れたらいいなと思いますが、今日はいい天気なので気持ちよく皆さんと一緒にデートしたいと思います。それではお付き合いください。大チャンネル。それでは行ってみたいと思います。東京お江戸は800夜町、そして京都は800夜寺、そして大阪は800夜橋って言いますよね。それだけ川と橋がたくさんあるというイメージですね。いろいろ楽しそうな雰囲気ですね。さあ出てみました。うわー気持ちがいい。あ、放水してるよ。ほらマーライオンの口から出てるみたいですね。いい雰囲気ですね。ねえ、綺麗な景色です。穏やか、幸せそのものって感じですね。船着き場はあの先なんですね。あそこから船が乗るということですね。川沿いを歩いていますが、いいですね。葉っぱが赤く染まって、もうこの秋の季節は綺麗ですね。気持ちがいいです。いっぱい空気を吸って今日は帰りたいと思います。気持ちがいい。忘れられないあの子に似てる、揺れる眼差し活かしてる、恋に落ちたらあと年齢20歳だぜ。バラの唇胸キュンキュキュン、見つめられたらあっちっち、どんな恋してきたの、ボディのくびれが悩ましい、シェイク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 、返さないよ帰らないで、シェイク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 、お嫁においでよ I love you、hey!お世話になります。さあここ行くんですね。あの船ですね。楽しみだな。今からあの船に乗って遊覧をしていきたいと思います。皆さんには綺麗な景色をお届けしますのでよろしくお願いします。今から乗ります。それではいよいよ出発です。わあ、綺麗な青いな水が気持ちがいいです。大阪中之島です。水の都に捨てた恋、泣いて別れた淀屋橋、おろり落とした幸せをあなたと二人拾う街、ここは大阪中之島ブルースよ。ここは大阪の造幣局になりますね。桜並木になっているので、春先は桜で満開になるんですね。綺麗ですね。秋は紅葉になってます。とても綺麗です。こうやって
橋の下を撮るのもなんかオッズでいいですね。大きな橋ですね。水面に映るビルもなんかいいですね。許可を得て船の甲板船首に来ました。救命胴衣着用になりました。やっぱり船は選手がいいですよね。せっかくなのでタイタニック飛んでる。超気持ちいい。ここが有名なケマの水門です。ここから淀川に向かって放流されるんですね。たくさんの船が並んでいます。大阪らしいですね。大きに見て、目の前にはボートの教習所があって、いいですね。綺麗な景色ですよね。今日は太陽もまん丸太陽だからまん丸か。見えるかな、あそこにちょうどね、大阪城の頭が、ほらねえ、手振ってる。大阪の方は皆さん明るくていいですよね。なんでやねんとかね、そうやんけとか、何言うてんねん、言うてまんねん使わないですよね、そんなね。京阪電車が走っています。京阪電車の向こうは大阪城。京阪乗る人、お京阪なんて言うんですよね。大阪城です。にじむ街の日を二人見ていた。泣いたらあかん、泣いたら切なくなるだけ。Hold me tight, 大阪ベイブルース。俺のこと好きかあんた聞くけど、 Hold me tight, そんなことさえわからんようになったんか。大阪の海は悲しい色やね。さよならをみんなここに捨てに来るから。悲しい色やね。楽しい時間もあっという間に終わりになってしまいましたが、今日はこれでよかったです。とても楽しかったです。皆さんもぜひ遊びに来てください。今日は天気も良くて本当によかったです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われる方はいいねボタン、そしてチャンネル登録お願いします。